久保さん、オンデーズっていうメガネ屋さんがあるんですけど、こちらですね、インフルエンサー採用っていうのをやってはおりまして、えっ、ー、と、資格あのインフルエンサー手当がもう5万円、プラス、基本給に対してプラス5万つきますと。で、これは学歴不問です。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、フォロワー数が1万人以上の方、こちら、フォロワー数1万人以上の方は、えー エントリー、会社説明会、書類選考、一時面接、筆記試験、すべて免除です <laughs>。だから、最終面接内定です。で、そのインフルエンサーで1万人のフォロワー数がいますよ。っていう名詞があるから、まあ、オンデーズさんがやることは、じゃあその SNS をチェックして、どれぐらいの影響力があるのかっていうのを見るわけですよね。で、どういう投稿してるのかっていう。で、うちの会社の、えー、すごくその宣伝になるな、 っていう多分感じて、もしくはその,ひその人の発信の人柄を見て、もうそれで分かっちゃうから、あとは最後、最終確認ですよね。最終確認で面接して終わりっていう。で、内定です。<laughs> だからやっぱね、その、時代はやっぱ変わってきてるので、あの、やっぱ発信力とか、自分でその、まあ発信力以外にも久保さんが言ったような能力がないと、まあきついかなっていう、その、そもそも、 会社が求めてるのはこれなんですよね自。自社の商品、サービスをより多くの人に広められるかっていう能力だったりとか、もしくは会社の中の統制ですよね。内部的なところで循環油、う。循環の油みたいになれる人。大きく分けると2つだと思うんですよ。ざっくり本当に大きく分けると。外か中かですね。うん。でも一番早いのは、一番求めてるのは売上ですから。 会社の給料がなぜ入るのかっていうと、会社の売り上げが上がったのかったら給料入んないですからね。まあ大企業とかだったら、赤字でも銀行からすげえ融資を受けてね、あの、なんとかやりくりするんだですけども、うー、まあ、基本的に売上からですから、<laughs> 売り上げが上がらない人を採用しても、会社の潤滑油にならない人を採用しても、負債になるだけなんで、だ前ね、その、僕は成功本をいろいろ読んでいて、 面白い表現があって、従業員は負債だと。<laughs> ね。なんか、従業員は宝っていう人がいるけれども、世の中にはね。従業員って負債だよと。負債として考えた方がいいよっていう。うん。だバクチみたいなもんですよね。だから、今までもそのバクチがだいぶなくなったのかなとは思うんですよね。まあ、こういう採用も増えてきてるし、まあ、出てきてるんで。だってもう最初からね、だって面接するときなんか、履歴書、履歴書と、 うーん、なんすか。その面接をやったとしても、わかんなくないですかって話で。その場し、その場は良かったとしても、中入ったらわかんないし。だから結構リスキーなんですよ。面接、あの、採用って。だってみんないいこと言うじゃないですか。ね。そう、第一希望、第一希望でもない会社にも面接みんな行くわけですし。<laughs> うーん。そう。なんで、あの、 これからはね、やっぱ発信力、影響力、うーまあ販売力、まあ営業力はね、昔から営業職あるんであれですけども、まあそれがインターネットを通してやっぱ SNS の発信力っていうのは結構今求められてるんじゃないかなと思いますね。まあ扱ってる商品サービスによっては変わりますけどもね。変わるけれども、でも本質は変わらない。自社の商品サービスをどれだけ売るかっていうね。<laughs> まあそれが売上ですから。 うん、もしくは取引先とずっと続くっていうでも取,りその取引先もずっと何すか、えー、倒産しないとは限らないですからね、うん、これから求められる力はねもうやっぱ発信力ですよ発信力、うん、これが大事かなと思いますいってらっしゃい